ソロバン殿様前田利家、ケチと呼ばれたその真意とは。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は前田利家について紹介していこうと思います。武に優れ人徳者として知られた加賀百万石の藩祖前田利家。そんな利家のもう一つの異名は三冠、三術の達人。利家は愛用のそろばんを戦場にまで持参してパチパチ弾いていたとか。さらには大名を相手に金貸しまで始めてしまいます。そのためケチ、倹約家などと言われますが、その裏にはとっても大きな思いやりの心が。そんな利家の一面をご紹介します。前田利家ざっとプロフィール。前田利家は尾張の土豪の家に生まれ、織田信長の小姓から身を起こした武将。身長が6尺、約180センチ以上もある長身でイケメン。しかも若い頃は槍の又座と名を馳せた武勇と派手な格好で若い女性たちをキャーキャー言わせたとか。織田家中切ってのやんちゃなイケイケボーイだったようです。羽柴秀吉夫妻とは一時お隣同士だったこともあり、生涯の友となりました。信長から能登一国を与えられ出世し、信長の死後は秀吉に従い、その天下統一を助けます。そして加賀、能登、越中を与えられ、加賀百万石の礎を築きました。秀吉に信頼され五大老の一人となり、秀吉の死後は家康の対抗馬と期待されましたが、関ヶ原の合戦の前年に亡くなりました。戦場にまでそろばんを持ち込んだ武将。戦国時代の中で勝ち組の一人である前田利家。そんな利家のモットーの一つが、お金さえあれば世間は怖いものはないということ。当時まだ金銭は卑しいものとみなした武将も多い中で、利家はお金の重要性をよく知り、金金金とばかりせっせと財テクに励んでいたのです。そのため利家はケチ、いえ倹約家のやりくり上手、金銭感覚に優れた武将として有名でした。何かあればそろばんを出してきてパチパチ弾いていたらしく、三冠の達人とも呼ばれたそう。当時はそろばんが伝来して間もない頃で、今でいうハイテク機器。利家はそれにいち早く目をつけたようです。願いましては一銭なりとせっせと練習したのでしょうか。戦においても武具を運ぶ箱の中に愛用のそろばんを入れて持ち運ぶようになり、戦場で金銀、兵糧、兵員数などを計算するように。利家様、敵が来ます、出陣を。待って、明日の兵糧の計算がまだだ、パチパチ、やばいですって、早くと家臣をやきもきさせたことがあったかもしれませんね。そんな計算高い利家だから、無駄な出費には人一倍厳しかったようです。1596年に京都が大地震に見舞われた時に、利家の次男利政が指揮して前田家の地震小屋を作りました。ところがこれが美麗で立派な建物だったため、利家はカンカン、地震小屋は手軽く壊れなければいいのだ、金銀をむやみに使えば人のものが欲しくなる、お前は一国の主なのだから心せよと息子を戒めています。仮の小屋なのだから雨風さえしのげればいい、変な見栄を張るなと言いたかったのでしょう。貧乏の辛さを知った浪人時代、利家がなぜケチ、いえ倹約家になったのか。それは金があれば世間は怖くないが、一文無しになれば世間は恐ろしいものだと利家が語っているように、お金のない辛さを嫌というほど実感していたからなんです。利家は若気の至りで信長の側近を切り殺して織田家を出奔したことがありました。信長に許されるまでの2年間の浪人時代は妻子を抱えてかなり苦労したようです。この時の浪人暮らしで金銭の大切さを身に染みて感じたのでしょう。信長に仕えてまだ450貫の身の上だった頃、戯れに
家臣の村井文吾といくらお金を所持しているか比べたところ、どちらも少なく年家の方が少し多かったそう。しかし年家は自分のお金はすべて父からもらったもので、文吾の方が金持ちだと嘆いたとか。家臣に負けるとはと年家の倹約魂に火がついたのかもしれません。人件費をケチって命がけの夫婦喧嘩。ただし金さえあれば大丈夫と在宅に走りすぎて年家大ピンチに陥ったことも。1584年、小牧長久手の戦いにおいて越中の佐々成政に年家方の末盛城が包囲されます。負けられない戦いでしたが、この時兵士がなかなか揃わなかったのです。これは困ったと考えている年家のところに、妻松が金銭の入った袋と金銀の入った袋を持ってきて投げ出します。金銀を蓄えるより、このお金で家臣を多く雇えとあれほど言ったのに。そろばんばかり弾いているからこうなるんです。もう手遅れです。この金銀に槍でも持たせて戦いに行けばと皮肉たっぷりに言い放ちました。年家はなんだとと怒りの形相で刀を抜いて松に切りかかろうとします。年家の倹約のせいで命がけの夫婦喧嘩勃発の危機でしたが、家臣が年家を押しとどめて事なきを得ました。ただしこの松の発奮のおかげで年家は戦に勝利しています。夫の金遣いの荒さに妻がブチギレというのはよくある話ですが、逆にケチケチせずに家来を雇えと妻に言われた年家、よほど在宅のお宅だったのでしょう。ただし来たる江戸の徳川家との戦いに備えて、同じ関東の兵を懐柔しておくために滅亡した小田原北条の一族を召し抱えるなど、ここぞという時の使い方も心得ていたようです。年家流お金の貯め方。もちろんお金を貯めるためには元手がなくては話になりません。その点においても抜かりはありませんでした。能登半島の田畑の開墾を奨励し、耕地を拡大。検地については総高回り検地という手法を取ります。実際の田畑の1区画ごとを実測する検地では何年もかかりますが、年家の検地はまず村全体の地図を作り、その地図上において耕地面積を出すというもの。正確さは少し怪しいものの、検地にかかる時間が大幅に短縮され、少しでも早く年貢の取り立てを始めることができます。しかも年貢を一気に上げるなど、前田家の税の取り立ては厳しかったそう。代官や奉行の費用を算出し、意に沿わない代官を罰しました。白衣に宝達金山を開き、輪島の総面座に自由に商売する権利を与えるなど、商工業の発達に尽力して収入を増やしました。これらを元手に現代の投資家顔負けの資産運用で儲けています。お米は敦賀の豪商に販売を託して、上方の米相場でせっせと運用。さらに財産となる名刀や美術品、書画や骨董なども集めたようです。前田家、金貸しを始めました。さらにそのお金を元手に新たな財テクに走ったのか、大名を相手に金貸しまで始めます。ただし前田家が貯め込んでいると知った大名が、軍資金が足りないので金を貸してほしいと頼んできたのが始まりのようですが、それはそれとしてしっかり利子を取ったのが年家らしいところ。そのためせこすぎる、主戦度だと親切でお金を貸したのに散々の言われよう。しかし年家は平気でした。なぜなら彼らはきちんと計算していないからお金が足りなくなるのだ。この年家に利子を取られたらバカバカしいと思い、今度から自分の浅はかさを反省して怠らなくなるだろう。それを知らせるために利子を取るのだと家臣に言ったそうです。せこいだの主戦度だの陰口を叩かれても平気だった理由、それは別に儲けようと思ったわけではなく、大名たちに対する金銭教育だったからなんですね。
しかも大名たちに自腹でお金を貸しながら教育するとはさすが戦国大名。実践教育も思いやりもスケールが違い、ダイナミックですね。そんなの嘘だという声も出そうですが、金貸しについてはここからがすごいんです。これが金儲けでなかった証として、年家が病の床についた時のこと。大名に貸した借用書をすべて持ってこさせました。その中には伊達政宗や細川忠興らの名も見えます。そして後継ぎの年長に、この人たちが前田に味方してくれそうならこの借用書はすべて破棄せよと命じたそうです。死ぬ前に慌ててお金を取り返せではなく、きっちり清算するあたり、律儀者年家らしいですね。年家涙の遺言決裁。そしてもう一つ、年家が最後の力を振り絞って実行したのが前田家のお金の管理。年家はお金のもたらす怖さもよく心得ていました。経理を担当する家臣を呼び寄せると、お前は裏金を作ったことがあるのかと尋ねます。それは交際費などで。わかった、帳簿をすべて持ってくるようにと命じます。家臣は何を言われるのかとビクビクだったでしょうね。年家病死で自分も切腹なんて場面が頭をよぎったかもしれません。年家は書類すべてに目を通すと、3つのグループに分け、1つ目の束は問題なし、2つ目の束は相談して直せ、3つ目はどうにもならないが仕方ないと言いながら全部に自分の印を押しました。そしてこれは年家がすべて承知したものだ、だから後からおかしなところがあっても家臣を咎めるな、彼らは前田家のために働いてくれたのだからと言ったので、家臣は涙に暮れたそうです。自分の死後、この書類が元でお家騒動に発展したり、家臣が罰せられたりしないように心配りをしたのです。死の淵に至るまで人々に金銭の大切さと思いやりを示した年家。倹約家魂らしい執念を見せた最後と言えますよね。もちろん財テクの方も抜かりなく、遺産は2000枚以上、約20億円の金子をはじめ、美術品や名刀、書といったかなりのものを残していました。これを一族にきっちり分け与えてこの世を去りました。年家は戦国きっての経済通と言っても良いのではないでしょうか。若い頃にお金で苦労したからこそ、お金の怖さも、そして大切さもよく知っていたのでしょう。金銭面にけじめをつけ、家臣や他の大名に爽やかな印象を残してこの世を去った年家。お金の使い方でも年家の誠実さが伝わります。三冠の達人、人生を全うしましたよね。ただ年家もあの世まではそろばんを持っていかなかったのか。年家愛用と言われる縦約7センチ横約13センチの中国式のそろばんが現代に伝えられています。三途の川の渡し賃、大丈夫だったのでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。